サイトスワップ、サイトスワップ、サイトスワップとは、ドスジャグリングのパターンを表すための、皮膚性数列による表記法、ジャグリングノーテーション、または、その表記法に従って表記された数列を指すこともる。1980年代に3人の研究者によって、独立に定式化された。その記法を直感的に説明するならば、それぞれの数値は道具を投げる高さ。 厳密には投げてからキャッチするまでの時間間隔を表していと説明できる。それ以外の情報を持たないため、シンプルで扱いやすい反面、特殊な投げ方をするパターンを定義することはできない。数列であるので、数学的な処理でジャグリング可能性の判定や、新しいパターンを作り出すことなどができる。また、2個以上のディアボロで行うハイトスや、ウィンドミルのパターンや、 二人以上で道具を投げ合う、パッシングの記述にも使われる。また、厳密には、サイトスワップを適用できない道具、シガーボックスなどでも、投げ方のアナロジーで使われることがある。最も単純なバニラサイトスワップと呼ばれる、サイトスワップは、3や7531といった、有限長の整数列として表される。バニラサイトスワップでは、以下のような前提を置いている。 例えば、右のアニメーションは3ボールカスケードであるが、すべてのボールは3つをきに投げられている。そのため、サイトスワップは3と表される。両手で交互に投げるという前提があるため、奇数では投げた手と逆の手でキャッチし、偶数では逆に投げた手自身で受け取ることとなる。この時3つの特殊な投げ方が定義されている。例は、その瞬間点に何も持っていない状態を、 1>, 1は逆の手に手渡すもしくは直線的に投げて渡すことを2はその時間に物体を投げずに持ち続けることをそぞれ意味する。また9より大きい数値を書く必要があるときにはアルファベットを使って10を A、11を B と表すのが一般的。それぞれのパターンはいくらかの白ごとに繰り返される。この繰り返される白の最短の長さを サイトスワップの周期と呼び、通常最短周期だけを書く。先に例に挙げたンボールカスケードの周期は1である。また、このように周期が奇数である場合、両手が同じパターンを繰り返すため、奇数周期のサイトスワップを持つパターンのことを対象、サメトリックルであると呼び、シャワーのように偶数の周期を持つものを非対象、エイシメトリックルなパターンと呼ぶ。 周期 n プラス1を持つ、あるサイトスワップ数列フォーミュラ1がジャグリング可能で、あるとは、どのような相違なるフォーミュラ2に対してもフォーミュラ3であることである。これは、直感的には、どの拍の瞬間にも、一つの手に同時に二つ以上のボールが落ちてくることはないということを定式化したものだと言える。つまりは、あるサイトスワップの周期が n プラス1だとすると、 投げられる拍くの順番と対空時間の拍くの輪を周期で割った数値がそのボールが N プラス1周期の中で何番目に落ちてくるかを表しておりこれが全て異なるならば同時に落ちてくることはないと言えるからであるこのジャグリング可能性の定義から直ちにジャグリング可能なサイトスワップのサイクリックシフトはジャグリング可能であるということがわかるしかし通常特に理由のない限り 最大の数字を最初に書くことが普通である。また、この時、サイトスワップ数列の平均値は投げる物体の個数になる。例えば531は3個、91は5個である。3ボールカスケード3からすぐに441というパターンを投げることはできるが、3ボールシャワー51を投げることはできない。これを説明するのが、サイトスワップの状態という概念である。 両手で同時に投げるシンクロパターンを表すときは、左右それぞれの数値をでくくり、で区切る。また、シンクロパターンの数値は偶数に限られ、クロススローは数値の後に X を付加することで表記す。左右対称なパターンを繰り返す場合、その片側をで代用することもある。例えば、音記述することができる。片手で、 複数同時に投げるマルチスローを表すときは、同時に投げる物体の数値を手くくり表記する。例えば、97121は片手から2つの、ボールを同時に投げる5ボールマルチシャワーである。通常のサイトスワップは腕を2本持つ、多く一般の人のために作られているが、他の数の腕を持つ場合のサイトスワップを考えることもできる。1本の腕の場合は、 ディアボロのハイトスのパターンを4本の腕の場合は2人が道具を投げ合うパッシングのパターンを表すために使われる。フリーで使用できサイトスワップのシミュレーションを行うことができるソフトがある。サイトスワップを解説している日本語の書籍としては以下のようなものがある。要所であれば以下が詳しい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。